命になった。その命は輝き続けて現在に至る。それだけ。2019年その命に名前を付けるためにまた私は声を飛ばす。大切な誰かに届くと信じて聞いてる。あんなどんなどんな温度感で夢見てるんだ。そうでしょう。あんなどんなどんな連打感で恋をしてるんだ。あもっと知って知って試して生きてる時間続きはこの先で。またね。